皆さんこんにちは。令和2年7月19日山菜ハンター中江です。皆さんお久しぶりです。ちょっと1ヶ月ぶりぐらいの投稿になります。 YouTube もねちょっと最近サボってて本当に皆さんに申し訳ないと思ってます。ちょっとコロナの影響もありましてちょっと自粛してる部分もありましたけど、まあ今日あたりからちょっと去年のあの観察を見てちょっとね山鳥竹ですね、ポルチーニですね、世界三大キノコちょっとねそろそろなってるかと思ってとある場所に来ました。ちょっと探してみたいと思います。なんかゴミはない瓶ですかね、回収したいと思います。なるべくねゴミはここら辺に投げないでほしいですね。一応ねこう山なんです。あったあった出てやっぱりこちらですね。気象報士が2個かな、ね、まだねちょっと小さいですけど極上ですね。硬くてですね、山鳥竹ポルシーニですね。パスタですとかちょっとリゾットとかにも何でも美味しいです。さっと炙って塩で食べても美味しいですね。ちょっと崩しちゃった、めちゃ崩しちゃった。崩れやすいですね。まあね、2、3日雨が降ってもう少しすれば結構大きさも大きくなるんですけど、もうちょっとね大きくなってちょっとスライスして乾燥させたりするとねいい出汁が出て美味しい。毎年この場所取れるんですけどね、まだね出始めなんでそんなに出てはいないかと思われるんですけど、結構ね毎年取ってる場所です。まあ、タモギダケとかね夏場今はまあ取れてますけど、これからポルチーニに変わっていろいろ取れてくるんですけど、くれぐれもねあのキノコ間違わないように気をつけて、僕もねそこまで山菜やキノコもそこまで詳しくはないんですけど、まあそれなりには勉強はしてますけど、まだ出始めなんでこれからどんどん取れていくと思います。今のところね2個しか使ってませんと、久々にちょっと投稿 YouTube 上げてみたいと思います。皆さんお元気でしたでしょうか。今後とも YouTube 山菜ハンターチャンネルよろしくお願いします。